や毎日暑いんですけど、もう季節は2017年こう飛び越えて2018年春夏コレクションというかのシーズンになってきまして、でいくつか展示会を回らせていただいてるんですけど、今回また僕の大のお気に入り、最近本当にここの服しか着てないんじゃないかっていう、カンタータの2018年、第5回目の展示会にお邪魔しています。じゃあ早速、デザイナーの松島慎さんをお呼びしたいと思います。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ちょっと早速気になった、まず、新しいダブルのジャケットっていうのが、ダブルは初？初ですね。あのダブルってやっぱり仰々しい感じがするぐらいラベルの幅が多いんですけど、ちょっと品がよく見えるラベルの幅とか全体的なバランスをすごい調整してます。今回そのダブルのポイントみたいなやつをちょっと軽く聞いてもいいですか？はい、ダブルの幅、やっぱラベルの幅、はい、あとはボタンの感覚ですね。はいはいはい、まあ、全体に品がいいバランスに仕上がったと思いますので、ダブルだけチェンジポケットがついてます。はいはいはい、フラップありの、はい、そこなんかこだわりが、なんかダブルなのでもカチッとさせたい部分があって、そこでチェンジポケットだなと。ちょっと試着させていただこうかな。おお、あ、いいっすね。ちょっとサンプルサイズだと僕ビタビタなんですけど、相変わらず背中のラインは抜群に綺麗ですね。いや、悩みますその流れでコートが、はい、リネンの、ステンカラー、はいはいはい、で後ろにベルトがついて、ステンでシングルでベルトって意外と最近、しかもフラップっていうのがないです。着丈も90センチないので、はい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 、使い回しはいいと思います。へー、しかもラグラン、うーん、こっちも初ですね。トレンチコートはもう本当に品がよく見えるように作りました。はいはいはい、こっちもバックル、パーバックル、前1つ、後ろ2つ。おー、その前ベルトは付け方的にはどうつけるのが、は、はい素敵、そういくか、まあ、こんな感じですね。あ、いいですね。これまたポイントがあるんですけど、はい、ポイントが襟裏です。襟裏、はい、襟裏のステッチが通常の3倍入ってます、ね、これ職人泣かせて、すごい。ステッチが本数多くなるとどうなるか、襟が硬くなる、襟の立ちが綺麗になるんですね。立ちが綺麗に、はい。あ、でもいいっすね。こうさっきの襟がビシッと素敵、いいっすね。ありがとうございます。じゃあこれちょっとそのままの流れで、またアウターがハンティングジャケット、ハンティングジャケット、はい、今ちょっと親指触っちゃったんですけど、この色、はい、なんすかこれ。このコーデュは、まあ、襟に使うコーデュ、気持ちいいものよりも、はい、痛いものが多かったので、じゃあもうすごい気持ちいいコーデュを作ってやろうということで、はい、あのコットンで作りました。コットンのコンパクトシーっていう糸で作ってますので、光沢がすごいです。すごいこれすっごい滑らかなタッチで、あ、柔らかっ。いい、袖もすげえ柔らかい、シルエット抜群に綺麗で、多分ポケットのバッチもあるんで、手ぶらなんかウイスキー入れていっちゃうぐらいな今回サードタイプの G ジャンで加工がまた、カタタデニムはタオルに漂白剤をつけて、でこれを永遠と絵を描くようにこすっていくっていうだけで仕上げてます。で、まあ、これのさらに集大成的なデニムがちょっとそっちにあるんで、ちょっとそっちもうわこれやばっ。これはあのさっきの G ジャンよりも時間かかって、1人の工場長クラスの職人が、はい、8時間こすり続けて1本が完成するっていう、ある苦行ですね。苦行、すごいな。で後ろには2ペアを入れてます、ね、
まあ、リペアした後でも履き込んで、はいはい、濃淡を出してます。ちゃんとシゲもつなげてます。ちゃんとリペアされた後も履いて出してるっていう、はい、すごいなこれ。その職人が8時間悶絶の修行をしてできたデニムは1本おいくらになるんですか？89,000円。その価値は全然あるかな。いいっすね、いい面。ちょっと皆さんに実物を触っていただきたい。いやちょっと今回も本当いいもんばっかりで、どれをオーダーしようか悩むんですけど、つい先日僕62万円のカシミヤのダッフルコートが届いて、ちょっと若干金欠ではあるんですけど、まあ半年後ですもんね、届くのは。そうですね。じゃあこのトレンチコートを今回はまずお出しようと思います。先ほどが入荷したばっかりですけど、次の春夏も相当いいので、ぜひ皆さんカンタータを見て試着して気に入ったら買ってみてはいいんではないでしょうか。